そうですね。ジュリーですか。かな。じゃあ。ここは特に影響ないですか？そう。あ、いいです。次のセッション開始まであと15分ほどありますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。Thank you.
登山時間は30分でして、一番向こう側で横井さんがあと5分でとかで1分で終了ですを上げるので、大体目安です。ただ、つなぎの時間結構多めに取ったので、5分ぐらい伸びることはそんなに問題はないと思います。
Thank you.
はい、皆様お待たせいたしました。それでは時間になりましたので、トラック A のセッションを開始したいと思います。まずトラック A 一発目のブレイクアウトセッションということで、東京都市大学の小池先生からマグボット大学教育研究でのノドレットの利用についてというタイトルでお話をいただきたいと思います。小池先生、よろしくお願いいたします。はい、東京都市大学の小池と申します。これが私の発表を行います。東京都市大学というのは以前武蔵工業大学と言われた学校で、校名変更して、都市大学の名前になっていますね。で今日は私の、開発しているマグボットっていうロボットと、いろんな、教育でモデレートを使っているので、そのご紹介をしたいと思います。ちょっとこうあまりモデレートそのもののこう深いところの話があって、どちらかどう使っていくかっていうそっちの方の話をしたいと思います。で私は小池と申します、東京都市大学で教えてます。でデザインの研究室なんですね。だからデザインという切り口でこういろんなものをやってるんですけども、ちょっとやってることをご紹介しますと、ユーザーの活動からいろいろねこうデザインをしたりとかしてます。でデザインを使ってこうなんか地域を活性化していくかとかね、こうコミュニティをこう活性化するってことをいつもやってます。で本もこれからご紹介するロボットの作り方の本っていうのを書きましたので、こういう本も書きました。でこの本はねラズベリーパイも使ってるんで、これはエビアン・アプトンさんっていうラズベリーパイ財団 の、 一番偉い方、この方に関東圏ってね本に関東圏のでいろいろやってまして、例えば情報の可視化ということをやってまして、横浜市と、ね、横浜市の統計情報を数字ばっかりなんで、それを可視化して市民に伝えるという活動も横浜市役所と一緒にやってるんですね。こういう横浜市、港北区っていう一番新幹線駅のところ一番災害が多いんですね。そんなこと知らなくて、この伝えるとかってこともやってますし、バスの路線図の依頼もされたこともあって、路線図のデザイン横浜市役所 の、 市営地下鉄のセンターに並木にあるバスの路線図で、ユーザーの話を聞きながら1年間書き換えて作ったというコーナーを作ったこともありますね。それからリビングラボっていって、一見デザインとちょっと関係ないように見えますけども、ちょっと精神的に困難にしている方の働き方をね、いろんなステークホルダー、大学とかによる同性で解決する活動もしています。水耕栽培。水耕栽培って液体肥料で作る野菜なんですけど、それをこう作るっていう活動を通してコミュニティを作るってことになってまして、特にその水耕栽培 の、 こうこの入れ物をねこう作るとか、こういうの研究室で野菜育ててですね、こんなに育っちゃってこれも太陽光と光液体肥料だけで野菜を育ててこういうのを作って、こういうね地域でワークショップをやった年寄りとね、とか子供たちと一緒に水耕栽培やるペットボトルを、ね、入れ物を作ったりとかやってます。地域の担い手要請って言って、地域のためにこう働きたいっていう人を行政としてもサポートするっていう、そういう街を歩いたりとかね、そういうことやってます。それから宇宙科学教育っていうのが街になってまして、その学校でね学生と一緒に将来人工衛星とかロケットを飛ばすので、ね、今北海道でロケットを飛ばしてますけども、そういうことも今度始めるんですね。でこのオブレットでこう宇宙開発とか宇宙ユーザーに対してやりたいなと思って、で昨日初めてね説明会あったんですけど、学生さん100人ぐらいってすごい大人気で、これからそれやろうかなと思ってます。デザインシンキングって軸になってまして、これはカップラーメンの再デザインというのは皆さんのデザイン思考で作りますっていう、そういう軸が毎度やってますね。それやっとノードレットなんですけどもじゃあノードレットをと使ってるのって話なんですけども、これやっぱり僕技術の民主化かなと思うんですね。いろんなマイコンとかいろんなマシンが下がってきて、プログラムで、ね、やっぱり普通の人がする時代になった時に、でプログラムって前に残ってテキストベースになって、もっとね簡単にできる時代になってきた、その動産物の一歩じゃないかなと思います。それから、今ね私理科系でない学生に、デザイン教育をやってるんですね。だからそんなそのプログラミングとかね、そんなもの得意じゃない人たちにいろんなものを作ることを教えてるんですけども、
まあ、学生用のものを作ることをいろいろやってるんですが、プログラムは難しいんですね。やっぱり一生懸命それだけやらないといけないし、それで一生懸命それだけやっちゃうと、あのプログラムの学習で終わっちゃうんで、プログラムだけやるんだったらいいんですけども、俺はもっとそれ使っていろいろやりたいんで、そこをどうしたのかなといつも思ってたんですね。でそこで、まあ、こういうノードレットと出会いまして、まあ、作りたいものをね、短時間で作るのに、まあ、ノードレット非常に有効ですね。だからやっぱこれはね、一つプログラム環境の自由化じゃないかなと。いろいろこうパソコンの画面をね、自由化、ウィンドウとかなったのに、プログラミングだけずっとね、テキストベースだったのが、まあ、どんどん自由化されて、普通の人もね、プログラムを作る時代になったんじゃないかなと思っています。で、ちょっと今回ね、このノードレットを活用するってことを3つちょっとご紹介しています。で、一つは、まあ、研究室でやってる、マグロットっていうね、ソーシャルロボットっていうのをどう使ってるか。それから、授業でね、IoT デザインっていう授業を一般の学生にやってます。それと、あと研究室でも、ノードレットを使ったいろいろ作品を作ってるんで、まあ、そのちょっと3つをご紹介しながら、いろいろちょっと、考えていこうと思います。で、まずですね、マグロットっていうソーシャルロボットなんですけども、ラズベリーパイで動くロボットで、オープンソースです。なので、OpenJ トークっていうのと音声合成ができて、大体100円ショップの部品も使って、まあ、1万円ぐらいできますね。で、2012年から開発して、去年ですね、ノードレットをしたんですね。で、マグロット .com っていうところで情報公開してて、でこれはまあ何使ってるかと言いますと、ユーザーの生活環境に実際ロボットを持ってって、導入して、まあ、そこでそのロボットを使いながら、まあ、人とロボットの変化をね、観察して、まあ、人間、ロボットにどうしていいかとか、ロボットがどうあるべきかってことを考えるっていう、まあ、そのために、その生活に持っていくようなロボットを作ってるんですね。で、こういうマグボット .com っていうサイトがあって、情報公開もしています。で、最初その研究室の学生も、ね、一緒にプログラムしてるんですよ。で、最初はやっぱり Ruby とか Python でプログラムしたんですけども、我々はやっぱりその、我々自身がそういう、あんまり専門家ではないんで、あんまり難しいことができなかったんですね。で、それをノードレットに切り替えると、もう飛躍的にいろんなことができるようになって、なんか MQTT をね、使うようになっちゃったっていう感じなんですよ。で、最初はやっぱり Ruby で WebSocket 通信で、例えばパソコンとそのロボットを通信したりして、で、画面はね、HTML でインターフェースを作りました。で、ノードレットを切り替えて100点向上して、画面のインターフェースもね、さっきのダッシュボードってあるんで、それでもう簡単にできちゃって、今までの苦労は何だったんだっていうことですね。で、これがまあ、マグボットっていうロボットで、あの、100円ショップの部品を使って、上はまあ、なんか、マグカップ、下はあの、乾物ケースを逆さまにして使ってるんですね。だから外側は200円ぐらいでできちゃって、真ん中はちゃんとラズベリーパイが入ってますけど。で、こういうね、ブレッドボードを使って、あの、ハンダ付けしなくてできるようにしてあるんですよ。コートアパンで小学生でも作るようになって、実際に小学生とか、作ってます。で、こういう色バリエーションがあって、あの、これ基本形ですね。だからまあ、音声合成喋ったりすることもできます、ね。で、中はこうなってまして、ラズベリーパイと、まあ、サーモボタンにこうやって、こう首を回すっていうのと、顔をこう縦に振るっていう2つの、動作と、まあ、目とか口は LED。で、こういうロボットもさっき作り方を書きました。ちょっとこれはノードレットする前のやつだから、Ruby で書いた作り方とか、ハードウェアの作り方が書いてあります。で、アドベントカレンダーってね、ノードレットのやつが去年取りまして、で、この時初めてマグボットをノードレット化するっていうことを書きましたので、これ見ていただけると、あの、ノードレット化の仕方が書いてありますね。で、これがマグボットのそのノードレットに書き換えてあって、まあ、これで済んじゃったんですね。これ画面一面画面で、今までその、レビューとかでやってたやつは、もう全部これで、あの、全部できてしまって、あの、すごい、モデルってすごいな、というふうに思いました。で、これは音声合成一部分で、あの、まあ、音声合成の部分は OpenJ トークってやつを使って、あの、シェルスクリプトで動いてるんで、まあ、そこはあの、この、音声合成で書いてある、エグゼックモードっていうところで、その、音声合成のスクリプトを走らせるんですね。ここですよね。コマンドってとこで、シェルスクリプトを動かすと、
あの引数としてこの言葉を得るとそれを喋るっていうような形で待ってますね。でこれが、さっきのダッシュボードですね。スライダーで目とか口が、目とか頭が動いたりとか、あらかじめ入れた言葉を喋るとか、あのボイスってとこで文字を入れるとそれを喋ったりすることもできます。でこれを今までずっとね HTML で書いてたんですけど、こうやって戻ると簡単にこうできちゃう、ね、今は、さっきの、バグボットっていうねマークアップのに加えて今シェイクボットっていうのを作ってますね。シェイクボットってマグのサブセットで車検ショップのシェイカーを使って筐体にしてますね。ラズベリーパイも、0っていうちっちゃいのが出たんで、それを使って、モードレットを使って、だから中のシステムはもうほぼ一緒ですね。ちっちゃい版っていうことで、ね、こういう車検ショップのシェイクを使って、やってるシェイクボットってやつも作ってます。で、こういうなんか、ネットにあげたら、こういうなんか可愛いレモンをあの作ってくれて、送ってくれた方がいて、こういう首に下げて、使えるようにしたり。でそれを使いながら、私の研究室では図書館でこのロボットを使ってですね、図書館の業務の一部をそのこのバグボットとかシェイクボットが行うと。で研究室の PC から MQTT で図書館の動画を制御しているんです。でこういうような入り口なんかアナウンスするとかです、ね、こう繰り返し言葉をしゃべるみたいなこういう、時間ごとにしゃべるモードを作ってますね。でこれですね、研究室のパソコンから MQTT で、図書館の1階、2階にある、ロボット、10台以上なんで、ね、それから違うキャンパスにいるロボットも動かしてますね。でこれ結構画期的なことで、もしモデレットなくて MQTT を任せたら多分できなかったんです、絶対にね。モデレットの MQTT のモードがあったんで、これができたんで、あの本当にこう我々の生産性は飛躍的に向上しましたよね。で図書館のこう Q&A システムとかを作ったんですね。タブレットでボタンを選択して、タブレットでボタンを押すと音声ロボットが音声で回答するようなこういうのもできちゃったんですね。でこの画面はダッシュボードでできてるんで、それとロボットが連動してるんですね。でこういうふうにあのこれが、これのノードはこれですね。あと個室材質管理といいまして、図書館の2階の個室に、学生がいるかどうかっていうことをあの職員の方がそういうふうに作ってもらいたいって言われたんで、まあ、距離センサーで部屋に誰かいるかってことを、調べて1階の、ね、受付で、PC の方で把握する。で閉館5分前になってその材質しているところだけアナウンスと、あのイヤホンとかでね、あのアナウンス聞こえない人もいるんで、で言うと。それから、閉館5分後になってまだいると、こう、追い出すっていう、そういう機能を、これからつける予定になりますね。で、こういうザキのシェイクボットっていうのに、距離センサーがついていて、材質を把握して、で、その部屋ごとに10個個室があるんで、それでこう、個別に把握して、アナウンスするっていうシステムを作ってますね。こうやってちっちゃい。で次にシェアハウス。シェアハウスでもロボットの運用実験してまして、こういうあの共同生活しているところでね、こうロボットを使って、ここで情報を共有するとかってやってますね。でそこで中学生が家族住んですけど、彼がノードレットを使って、そのシェアハウスへ必要なね、いろんな機能をあの作ってくれてるんですね。これはすごくありがたい。中学生もできちゃうっていうことですね。で次に、IoT のデザイン。今2年生の授業をやってるんですね。でこう履修者が、ね、100人いるんですよ。あの去年の倍になっちゃって、いやこんなにねなんかこういうのに関心ある人いるんだなと思ってやってるんですけども、日常生活の問題を IoT で解決するっていう課題なんですね。でこれは大体あの今クォーター制っていうシステムを確保取ってるんで、週2回の授業で7週間なんですね。で最終的にはまあモデルみたいなのを作るんですも、まあ、そのモデルをラズベリーパイとかモードレット電子部品を使ってやるんです。で彼はそのさっき言いました、まあ、理系ではないので、プログラミングはちょっとやってるぐらいですね。でもそんなにできるわけじゃないんですよ。そういう人たちにじゃあそういうねプログラミングをして、電子部品使ってなんか作るってことを教えてるんです。で今年3年目なんですね。で今さらにやっていて、今日もそのこの
これ終わったら学校戻ってこのデザインこの授業をやらなくちゃいけないです。で1年目はねアーズリーナを使ってたんですよ。で学生にはプログラムが難しいんだよね。でその時は専門の方ちょっとねプログラムの専門の方もお迎えしてサポートしてもらったんですけども、ほぼその方にも作ってもらったって感じで、ね、ダメなんですね。その方に亡くなったら何にもできなくなっちゃって学生にノウハウも残らないんですよ。なのでそれちょっとね今良くないなと思って2年目からモデレートを使い始めて、だけど私のサポートは必要なんですけども、学生が自分たちでできるようになったんですね。あすごいなと。でラズベリーパイのに乗っかっているノードレットから、やります。そのラズベリーパイ用のノードってありますので、そこでその GPIO っていうねそのラズベリーパイの端子を制御できるんですね。でそれ以外に電子部品用のノードってあるんですよ。個別の電子部品のノードがあってそれが使えるんですね。でノードレットっていうのは、もうその単体で使わなくちゃいけないんで、あの自動起動するのはデーモンで自動起動的に設定してますね。それからサーボモーターを使うときに、あの PWM っていうね、あの高品質のものを使わなくちゃいけないんだけども、これは PyGPIO っていうのを使って、サーボモーターで使ってますね。で、あの、ちょっと時間もないし、技術もないんで、なんか作るって言っても、ジャンプワイヤーとフレットボードを使って、ハンダ付けしないんですよ。セルテープとかで、ケーブルを付けちゃうとかですね。で、フレットボードに、ラズベリーパイの配線を、T 型ブレイクアウトボードっていうのがありまして、それを使うんで、ちょっと後で見せしますね。で、ラズベリーパイは、GPIO ってピンがあるんですけど、ちょっと集中していて、ちょっと使いにくいんですよ。それで、どうしてどうやって勉強するかというと、まず基本キットって作ったんですね。基本キットを使って簡単にその、電子部品を学習するとかまずやってもらいました。制限付き抵抗の LED、 これはですね LED って普通抵抗をくっつけないと焼き切れちゃうんですけども、便利なことに LED の中に抵抗が入ってる便利なやつがあって、それを使ってます。あとフォトトランジスタ、光で反応する部品、あとスイッチ、サーボモーターですね。こういうのを使って基本的なことをやるものをまず作ったんですね。でこういうふうにして、GPIO にスイッチとか、LED がくっついてますね。でこういうねラズベリーパイからその T 型ブレークアウトっていうあのブレークアウトボードっていうリボンケーブルを使って端子を引き伸ばして、ブレッドボードに差し込めつかって、でこれがあるとすごく作業しやすいですね。でこういう基本キットを作ってまず一個一個の部品の動かし方を学んでもらいます。例えばね、LED をつける、消すっていうのは、2つのそのインジェクトノードって2個使って、1を送ると、その37番っていうピンに刺さっている LED がつく。で、下の0を送ると消えるっていう、もうこれだけで、あの、LED の点灯消灯ができちゃうんですね。で、次にそのボタンを押すと LED がつくっていうのは、それは、この左側の方でその、21番っていうピンにあこのボタンが押されたかどうかってことを調べるモードがありまして、押されたら1、押されなかったら0、それを右側に送ると、まあ、37番のピンにつながって LED がつくっていう、これだけでできちゃうんですね。この2つを投げるだけで、21番にボタンをつけておくと、37番の LED がオンできる。でこれを Python でやるとこうですよね。 Python でこうぐるぐる回ってる最中に、そのボタンを押さえたってことを検知するとあの光るにするっていうことですね。ここはすごく問題で、やはりプログラムは、まあ、ここを失わせていけないんですよ。こうループで待ち受けてると失わせていけないんですけども、本当にねそのボタンを押されたら光らせたいっていうことはこっちはかなりシンプルですよね。こっちは、まあ、しょうがないかな、コンピューターの仕組みだからやらなきゃいけないけど、これはちょっとだから、あんまりプログラム得意じゃない人にはちょっと辛いんですね。で、サーボもね、サーボは、まあ、角度は0から110ですけども、このラズベリーの場合は0から 100% の範囲でやるので、0、50、100っていうのを数値を送ると、16番に座っているサーボモーターが、まあ、0度、90度、180度に変化するって、これでできちゃう。これは本当に素晴らしいですね。で、さらに電子部品を制御していくと、
まあ、ラズベリーパイっていうのはアナログ入力ができないんですよ。あの0回しかできるけど、幅の持ったものは基本的に入力できないんですね。でどうするかというと AD コンバーターっていう部品を付け足して使います。で、あの、まあ、有名なもので MCP303 とかのノードがあの AD コンバーターがあるんですけども、 AD コンバーターを扱うノードがあるんですね。もうそれがあったらそこから使っていて、その MCP303 っていう部品とノードを使うと圧力センサーとか豆センサーが使えるようになるんですね。でこれがまあ3002ですね。まあ、チャンネルが2個あるので、2つのアナログ入力を同時に受け付けることができるんです。で、これをちょっと手前の、あの手前になりますね、黒いやつ。これが AD コンバーターで、これをつけて、右にあるのが圧力センサーで、これが使えるようになるんですよ。で、これはあの SPI っていう通信方式で、AD コンバーターにつながってるんで、このゼイパイの SPI の端子に、それをくっつけて、電源を与えてあげて、でアナログセンサーを差し込むようにすれば動くようになります。それから、インターフェースですね。ボタンを押したとかボタンを押すとか、LED を貸せるとか、向こうの状態をスイッチを押されたってことをこっちのスマホで検知するってことはダッシュボードできちゃうんで、これダッシュボードつけますよね。こうすると点灯消灯ってボタンを押すとLED がついたり消えたりしますし、向こうでボタンを押すとボタンを離したりしたってこっち通知来るんですよ。だから双方向ですね。でスライダーってやつを選ぶとこうサーブが動いたりとかいうこともできる。これ結構すごい簡単にできちゃうんですよ。もうこれ本当にありがたいですよね。でそれをしながら、まあ、スチレンボードで部屋のモデルなどを作っていくと。でそのモデルに電子部品を床や壁にもう埋め込んで直付けしちゃうんで、ジャンプ AI と部品をセロテープでもう全部やっちゃうと。でそれをラズベリーパイにつなぐってことをやってるんです。これですね、あのこれだって A3 サイズぐらいの大きさで、これはお家を再現してますね。窓とかドアとかありますよね。でドアとかの後にあのマイクロスイッチってなので、まあ、ドアが開いたらとかいうのをあのラズベリーパイで全部その検知するっていうことをこれで作ってますね。で僕は生産が一生懸命 OK を作っているとか、もう LED とかセンサーを全部床に埋め込んじゃったわけですよ。でこれで部屋の状態をスマートフォンに知らせるっていうこと。で右側にラズベリーパイが置いてありますよね。でこれはですね、これはなんかあの、コンセント、あの学生さんはですね、その学校の中の、自分のねスマホを充電するコンセントを探し回っていて、どこのコンセントが入っているのかっていうのを調べるっていうのを作りたいっていうので、まあ、そのコンセントに1個デバイスをつけて、そうするとその今どこのコンセントが入ってるかってことを調べられるような、それもちょっとプロタイプを作ってますね。でこれはですね、忘れ物、なんか、3つの忘れ物がちゃんと忘れないように3つが揃ってるかどうか、3つ揃うとなんかランプを消えるとか、そういうのを作ってますね。だからあの論理計算ですか、それをモデルとでやって計算すると。これはなんか冷蔵庫でね、冷蔵庫に、どのくらい量が、ね、牛乳とかにどのくらい量が残ってるかどうかってことを圧力センサーがあの下に置いてあってで検知する、そういうシステムを作ってますね。これはなんかですね、これはなんか IoT ベッドって言ってますけども、なんか時間が来ると起こす仕組みなんです。ちょっと見てみましょう。覚えてますか。ちょっと音が聞こえないんですけど、なんかまずなんか起きないと動くが折れちゃって、なんかそれでさらに起きないとですね、思い出されるというのを、まあ、そういうベッドが欲しいらしいので、でもこれね、全部ラズベリー、正解とモードレットでできちゃうと、まあ、こんなのすぐ作れるのは、まあ、すごいなと。はい、で次に、私の研究室がやってる、あの、学生さん作品で3年生ですね、
和歌山理系じゃないんです。なんで、まあ、勉強しながらやって、まあ、個人で作る、まあ、こっちは2つ作るかと思ってね、ラズリーパイと、もう大体自分の生活に必要なものをデザインするっていうのをやってるんですけども、これはですね、その先に作りたいものがあって、その作りたいものに対して電子部品とかつけたりプログラムしてるんですよ。だからできるだけね、コードを書かないで済ませんだったらストリームしたことになって、やっぱその生産性高くして、やっぱ作りたいものを早く作るっていうんで、まあ、ずっとすごく良かったんですね。例えば、アイスを自転車に乗りながら食べるためのデバイスって作った方さんがいて、どんなものかと言いますと、なんかこんなんなんですよ。それでこれはなんか自転車乗りながらこうなんか動かしてアイスを食べるようにしたいらしいんですけども、これ3つのサーボモーターをあのボリュームで動かしてますよね。もうなんか走りながら食べるみたいらしいんですけど、まあ、そういうのを作ってますね。それから垂直旗時計って、これもこうやってなんかなってまた閉まるっていう、あとペットとアットパスとかロボットなんですけども、これはですね、こうなんか飼ってる犬と遊びたいらしいんですが、ここで整備すると、ラズリーパイにモータードライバーがついていて、でダッシュボードで、インターフェースで操作するということで、あと何度でも残土のケーキを楽しむということで、これは動きませんけども、これはですね、手前にある丸いのが圧力センサーで、そこに息を吹きかけるとこのキャンドル LED っていうあのろうそくみたいな LED が一瞬消えるんですけども、またちょっと足すとまたつけ出して、また降ってやるとまた消して、また降ってやるとついてっていう、何回でも味わえるっていうケーキを、作った方ですね。このハッピーバースデーって書いてあるやつはあの電子ペーパーなんですね。本当はだからここに名前とか、まあ、出すこともできます。電子ペーパーで追加して、あと忘れ物のあと警告するドアっていうのは、これはですね、まあ、これはドアの模型で、ここにいろいろ引っ掛けてあって、で、あのそれで全部何も開けちゃうと警告が出るような、そういうものをラズリーパイに作ってますね。だからこれもね、やっぱなんかアイデアだけじゃなくて、実際に動くものを作るっていうのを短時間で、短く時間で、ね、作れるっていうのが、もう本当ラズリーパイで使ってもよかったかなと、本当に私は思います。だからノードレットの効果ですよね。だからその理系のない学生のデザイン教育にすごく、適していると思うんです。それからその実際に動くっていうことがプログラミングの動機になりますね。だから単位ね、画面だけで動いてるんじゃなくて、プログラムするってことが実際に何か音が鳴ったりとか動いたりとかするっていうのは、まあ、実際にそのプログラミングでやるよりもすごく大きな動機になりますね。それからプロタイピングがすごくやりやすいんで、まあ、ちょっとやってダメだったら何か作ります。調整しながら何回でも、こうなんかタイミングとか時間をね、こう作り直すってことがすごくやりやすいですね。で、ノードレットにはその、ノードレットだけできないことっていうのは、JavaScript とかね、そういう Python とか他の言語をくっつけて動作もできるんですけども、できるところはノードレットでやって、できないところをそのプログラムでやるってことによって、やっぱ一番だから、何ができるとかできないかっていうのをやっぱ分かる。なので、まあ、全部ね JavaScript やるって時間もかかっちゃうんで、やっぱりできないところに集中して、じゃあそこはじゃあ JavaScript が解決しようっていうふうになれるとすごくいいと思いますね。でちょっとね、やっぱこういうところの今後を進めていきたいんですよ。したいので、その電子部品用のノードってすごく大事なんですね。いろんな部品ありますからね。それを動かすための全部設定とかが入ったノードがあるとすごくいいんですね。で、現にいっぱいあるんですけども、まあ、ちょっとね、ノードの品質がまちまちなんですね。例えば、Arduino ってありますね。それをその PC と Arduino を接続して、PC から Arduino をこう
う接続制御するモードってあるんですけど、なんか動かないんですよ。あの要するにラズパイでやってるのことを普通のパソコンとアルディーノ使ってアルディーノから電子部品を動かすっていうことができるモードがまあ、あるんですけど、全然それなんか調子悪いんですね。残念ながら使えてないんですね。それから、距離センサーね、これ結構定番の電子工作の世界の定番の距離センサーで、HCSR01 っていうのがあるんですよ。で、これのモードっていうのがあるんですね。ノードレッドノードのなんか PISRF ってやつがあって、あるんですよ。でもこれはやっぱり動かないんですよね。これ今自分がやってるんで、必死にこれをテストしてるんですけども、いいと思ったんですね。これを電子部品をね、このモード使うだけですぐできちゃうので、ね、いいと思ったので、これ動かないんですね。まあ、なんでね、ちょっと今日、まあ、こういうノードレッドの集まりもありますので、まあね、そういうノードの作れられる方って、ぜひこういう電子部品のノードをいっぱい作っていただけると、お客さんもね、いろんな作品を作りやすいので、まあ、ぜひなんかチャンスがあったらお願いしたいなっていう。ということで、まあ、私の大体発表終わりなんですけども、そういうモードレートを使うっていうことが、やっぱ学生さんのね、こうクリエイティビティをよりこう発揮させる。どうしてもね、こう作るときに、じゃあプログラミングしなくちゃとなっちゃうと、とってもどうしてもそっちに集中しちゃうんで、先になかなかいけないっていう問題があるんですね。やっぱり作りたいっても先にあって、それをやっぱり作っていこうっていうときに、できるだけね、その途中のプロセスは少し、簡単になった方がいいと思いますね。なので、ぜひね、今後はこういろんなことに、特にね、こう教育の中でモードレートを使っていきたいなというふうに思いますね。一方でね、いろいろありまして、やっぱりそういう C とかね、Python をちゃんと教えるべきだっていうふうにおっしゃられる先生がいらっしゃるんで、まあ、そういうことをこう、そういうことと、その作りたいことを優先して、こういう形でプログラムしていくっていう。やっぱりどうしていくのかっていうことをいろいろ考えはするんですけども、私の場合はやっぱりこう作っていくってことをやっていきたいので、まあ、その中でね、最小限の力で、こうモードを使ってものを作れる方がいいかなと思いますので、まあ、これからね、いろいろやっていきたいと思います。じゃあ私の発表は以上です。ありがとうございます。小池先生ありがとうございました。次のセッションまでの時間、あと13分ぐらいありますので、ぜひですね、このセッションの後、まあ、もしご質問とかあればですね、スピーカーの小池先生に声がけいただいて、質問等をしていただければというふうに思います。はい、ということで繰り返しになりますが、次は12時半からですね、こちらと向こう、12時半スタートで次、開始しますので、よろしくお願いします。小池先生、どうもありがとうございました。
Thank you.
すいません、あと3分ほどでスタートするんですが、一つだけちょっとご案内させていただきたいと思います。実はこの会場のディスプレイがちょっとだけ、難点がありまして、ディスプレイの境目に線があってですね、ここに被った部分の文字が見えないという、まあ、映像だとそんなに気にならないんですけど、文字がちょっと見えない、見づらいんですね。っていうのもあって、ちょっとサイドにサブディスプレイを補助で置かせていただいてますので、ちょっと文字が出てくるようなスライドに見づらかった場合は両サイド見ていただくという形で、お願いしたいと思います。お待ちください。はい、ではお時間になりましたので、こちらの、トラック第ブレイクアウト第2セッション、プラットフォームからですね、みんなさんから、今回 IoT ゲートウェイとノードレットのおいしい関係と題しまして、セッションを、お願いしたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、皆様はじめましての方が多いですけど、プラットフォームのみんなと申します。今日は当社の製品でですね、オープンブロックスというものがあるんですけど、こちらの方のにですね、ノードレッドが載ってるんですね。でそこはどういうふうに実装されているのかということをちょっとお話ししたいと思います。ということで、当社プラットフォームなんですけど、まあ、小さな会社です。実は昔秋葉原にお店がありましてですね、今でもよくお店どうなんですかとか聞かれますけど、今はありません。で私も昔はよくお店に遊びに行っていたパターンでして、まあ、その頃は、まあ、お店行って、なんかお店でなんか、ね、店長やってた人が今隣に座ってるっていうこういう状況ですね。はい、まあ、小さな会社でございます。で自社開発コンピューターオープンブロックスというのがありますけど、ここのところをちょっと掘り下げたいと思います。で私、みんなと言います。みんなまさとですね。まあ、割とみんみんって呼ぶ人は多いですね。はい、2015年1月からこちらに来ております。で、みんなやってる仕事はですね、オープンブロックの IoT ファミリーってこの後ご紹介しますけど、これに関する、IoT サービスとかをやっています。で、実際、ユニクスの付き合いってのはすごく古くてですね、まあ、私結構、業界ではジジイの部分に入るぐらいなんですけど、まあ、初めて触ったのが、バックスイレブンで 4.1ESE って一体何だよとか言われそうですが、そういったものの環境です。当時はもちろん単なるユーザーでして、まあ、プログラムとかちょっと書いてました。で20年ぐらい前にはですね、証券取引のですね、日本最大級の SSL のサイトを運用していたとかいうこともありますし、しばらくと前の会社では DNS 関係をずっと携わっておりました。で今はこちらの会社に来てからノードレッドと付き合うようになりました。
で、まず IoT 例のようとしてのオープンブロックスですね。IoT ファミリーちょっとだけご紹介したいと思います。ちょっとだけじゃないんですが、まあオープンブロックスファミリーって実は歴史古くてですね、2000年に最初のモデルが出てるんですね。でこれからずっと来ましてですね、いろいろモデルチェンジしてまして、まあ、私実際これ前の会社でこれ買って遊ぶモデルにしてましたね、このモデルとかですね。あとその後もなんかいろいろバージョンアップして、そうするとですね、その今の席隣の席に座っている人がですね、今度新しくできたから使ってみないとか言って声をかけるわけですが、そういったずっとけあのいろいろ、モデルチェンジなどを繰り返しまして、現在のあのラインナップはこのオープンブロックス IoT ファミリーというやつですね。まあ、小さいからですね、やっぱりこうあちこちで使われる、最も簡単なところですよね、単にピングを答えるだけによく使われるとかですね、そういったものですね。で結構うちの製品ってあのガッツリ作ってますので、なかなか壊れないんですよね。そうするとですね、保守にも入ってもらえないような状態でずっと使われ続けると、保守入ってくださいよっていうとですね、いや壊れないからね、お宅の製品とか言われましてですねというような事態ですね、ずっと続いて、おります。で、まあ、当社自社で全部設計しておりますので、それの、まあ、現在の集大成ではこのオープンブロックス IoT VX2 ですね。こちらこれから紹介しますけど、今オープンブロックス IoT のファミリーって3タイプありまして、この BX シリーズってこれ数字が書いてないんですけど、BX の人に1とか3とか5とかついたりしてですね、ちょっとあの0もありますね、あの内部の構造によってものが違うと。で EX1 というのがありまして、あと VX1 というのが一時あったんですけど、こちらがちょっとバージョンアップしまして、今 VX2 ですね。この3タイプになっております。で、まあ、主力ですね、VX2 についてちょっと簡単にハードウェアを紹介いたしますと、まあ、CPU はこれ 1.33GHz の通過の予約コアですね、64bit です。で、これの特徴はですね、普通の CPU と違いまして、インテルさんがですね、長期供給を保証しているものになります。なので、この先何年もしばらくの間使い、同じものが作り続けられると、そういう部品を使っております。でメモリーは 2GB、ストレージは 32GB です。まあちょっとデビアン、中身はデビアンなんですけど、まあ、十分な容量と、十分な、まあ、パフォーマンスですね。IoT ゲートウェイとしては十分です。それからファンレスですね。当社のこのオープンブロックスシリーズはずっとファンレスでやってますので、ほこりのあるところでも結構大丈夫と。残念ながらちょっと耐水性の方は何もできてませんので、水のところがダメなんですが、あと耐火強性能でマイナス20度からプラス60度と、非常に広範囲に使えると。でカバーもこれプラスチックになってます。プラスチックでもポリカーボネートを使ってまして、高温にも割と強いという、そういうことになりますね。で、これなんでプラスチックになってるかといいますと、実は IoT ゲートウェイって、ミニと結構ごっつい箱に入ってるやつって多いんですが、当社のものはですね、内部にアンテナを入れてるっていうのがありましてですね、で、小さく作ってて、プラスチックでないと電波が通らないという問題がありまして、こういう形になっています。でこれはインターネットが2つありまして、Wi-Fi もありますし、USB3.0 で Bluetooth があって、あと RS485 もありますし、ここには書いてないですが、実は48V でも動くという、そういう仕様になっております。ちょっと変わってますね。はい、で、モジュールを入れ替えることによって、いろいろ通信経路のものを入れ替えられるような仕組みになっております。で、ソフトウェアの方ですけど、このOS の方はデビアン使ってるんですけど、デビアンにですね、オリジナルのユーザーインターフェース作っています。なので、ネットワーク設定とかはですね、デビアンのお作法ではなく、全部このウェブネアの設定でできるようになっております。そこが特徴ですね。あとメニューだから、このように選んでいくだけで、必要な設定ができると。まあ、大変簡単にできるというところで、ここの部分をすごい力入れてますね。でこの IoT ファミリーが提供する機能ですけど、IoT ゲートウェイのファームウェアと呼んでますけど、ファームウェアのバージョン3ですね。で、ウェブ UI を使ったシステムのコントロールと、あとこの後データハンドリングモジュールシステムということで、このあたりちょっとこの後お話しします。で、VX2 に関しては Docker とかですね、あと Microsoft Azure の IoT エンジンなんかにも対応しています。
で、あとマイクロサービス構造を使ってまして、この後でお話ししますけど、あの容易なカスタマイズが完璧できます。それからあとハードウェア長期サポートとか、ソフトウェア長期サポートとか、まあ、あの製品ですので、ビジネス相手にしている製品ですので、非常にこう、この辺りは手厚くやっております。あとちょっと軽く言っておきますと、このエアマネージングがありますけど、例えばこういったものを多数展開するときにですね、メンテナンスとかバージョンアップとかどうするんだということで、集中管理するシステムを当社利用しております。で、ちょっと簡易な比較用を用意しました。で、これが今の紹介した VS ですね。あと同じような形していた EX1、あと BX のシリーズがありますけど、新量なのでちょっと、違うわけですね。こいつが64ビットで 1.33GHz のデュアルコア。EX1 と BX のシリーズは32ビットで 500MHz のデュアルコアという。あとで、メモリですね。メモリは 2GB ありますけど、こちらは 1GB。で、ストレージはこれは 32GB と結構しっかりあるんですが、4GB ですね。で、Wi-Fi はどれにでもあります。で、Bluetooth もどれにでもあります。はい、イーサネットが、これはデュアルですね。EX1 は1個です。それから似たような口が開いてたんですけど、この後も RS232C が付いてますね。で、EtherNet、EX1 の時はですね、そのままではなくてですね、二股のケーブルを使って USB 車を使うとかですね、というのも、あるいは BX0 というモデルだけは、POE で EtherNet が付いております。そこからあの 3G のモデルとかはないんですけど。通信インターフェースは、外の通信インターフェースですね、電話回線、携帯回線、LG とかそういったものは、内部のモジュールでオプションになっているのが VX と EX。それから、最初からなっているのが BX シリーズという形ですね。で、CPU が違うわけで、できるものが変わってきて、VX ですと、ガラッとサポートがあります。あちらのドッカーもメニューで選べるような感じになっております。ウェブデザインタレスですね。で、EX3 と EX はドッカーのサポートがあります。で、干渉のノードレスですけど、これは全部のモデルで利用できるようになっております。で、オープンブロックス IoT、オープンブロックス IoT ファミリーって長いので、OBS IoT ってこの辺りで略してるわけですが、これいろんなセンサーが使えます。Bluetooth のセンサーとかですね。あとは NOCEAN であるとか、この辺りは割とよく使われてますね。これは当社のウェブ見ていただくと出てきます。で、こういったものを、これですね、ウェブガイドランスのところで設定できるようになっております。サポートしているやつに関しては、もうプログラミングは何もやらず、単なる設定だけですね、簡単にできます。で、OpenBlox が標準でサポートしているセンサーですと、もうプログラミングは全くいりません。例えば、オートの環境センサーの例で持ってきてますけど、もうこういった JSON データが直接各種クラウドサービスに送られるような、そういう形で、簡単にデータを集めることができます。で、ちょっと具体的なところで、これ、エンオーシャンの開け閉めのセンサーですね。どういったパラメータが入っているかというと、デバイス ID ですね、センサー個別の ID、それから、時間ですね、これは電話の仕組み日時を ISO の86001の拡張形式でやっていますね。で、コンタクトですね、0と1で、開け閉めスイッチが開いたり閉まったりの情報を伝えています。それから E ビタのが、エンオーシャンのプロファイルの番号ですね、この塊によって、このエンオーシャンのデバイスはどういう信号を出すかというのは、決まってますので、その EP のプロファイルを動けるようになっています。あとメモはですね、WebUI でデバイスを設定したときにですね、自分でメモが書き込めますので、それがあるとその出てきます。だからプレスするときにですね、北のセンサー、南のセンサーとか私、海外にするんですけど、そういったものですね。あと受信信号の強度と、あと AI 社にはリピーターというのがありますので、リピーターがあればリピーター経由数っていうこのキーがついてきます。確かリピーターないときは、多分このリピーター経由というキーはないと思います。はい、で、オープンブース IoT でですね、標準サポートではないセンサーを扱いたいというときにですね、活躍するのがノードレットになりますね。はい、で、単純なそのオープンブース ID ファミリーの、ね、構造とノードレットどうなっているかという話ですね。こちらはオープンブース IoT ファミリーのファームウェアのアーキテクチャーですけど、
下の方に本当に CPU がありましてですね、まあ、ボードがあって、リナックス関係があって、大きさデビアンのリナックスを使ってます。これ本当に普通のデビアンですので、デビアンのあるパッケージとかも全部そのまま使えます。それから、ですね、まあ、今回ちょっと話すのはこの辺なんですが、ここにPD ハンドラーが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、ありますけど、PD ハンドラーと、こちら、ここのものですね、絵としては、アジションローズ。あと、ここが PD ヒーターというか、こういったものが中に入っております。で、この辺がデバイスの絵ですね。でこっちが、各種クラウドサーチというのが書いてあります。あと、ここに、V2 だと TPM も入ってますので、TPM のキーボードですね。で、内部はですね、マイクロサービス構造を使ってまして、PD ハンドラーであるとか、PD リピーターとかありますけど、PD ハンドラーってのは、デバイスからのデータを、フォーマット変えてですね、JSON データにして送るような仕組みになってます。で、それをですね、配るのが、クラウド通信を行うのが、PD リピーターになります。あとは PD エージェントといって、クラウドからのメッセージを受けてですね、シェルスループで動かしたり、そういったことができるようになっています。シェルスループで動かすというのでですね、ちょっと変わったところではですね、モデムがつなげられるんですけど、モデムにですね、実は SMS を受ける機能がありましてですね、SMS を送ると、例えば SSH のポートを開けてでですね、シェルスループを動かすとか、そういったものもできるようになっています。まあ、今回のこれ対象ではないので、あまり細かいことは省略します。あと PD ブローカーですね。PD ブローカーも、制御メッセージをですね、複数の、サービスに分配するサービスですね。こういったサービスは独立したプログラムとしても動いています。独立しているのでどうなっているかというのが、その前にこちら。PD リピーターがサポートする接続先ですね。これすごいたくさんありますが、本体内というのが PD エクスチェンジとか、これとしてはこれなんですね。マイクロソフトは Azure の IoT ハブ、IoT ハブ、AWS IoT、WebSocket とか、あと Google IoT もあるんです。あとはしまして、この通りですね。今はこれだけです。これ最新のバージョンのものを、スクリーンショットを撮ってきました。で、同時にはですね、全部に同時にはさすがにちょっとできないんですけど、同時には最大4つの送信先を設定できます。で、使用するやると各サービス向けの設定メニューが表示されます。これですね、これはドメインソケットのところを使用するインターバルですね、これ送信間隔と、あと時間、あとサブモード設定の時間とか、これちょっと、ここではちょっと省略しますね、これについては。あと、ソケットのパスのプレフィックスですね。あと、デバイスに対してどのデバイスを移行するかっていうのを、ここでも選べますし、デバイス側の方も個別に移行するようになります。で、オープンドースの IoT のセンサーデータの流れですけど、まあ、サークスセンサーがあります。で、Bluetooth、BLE、Bluetooth のようになりますね。あと、UART、CR ですね。それから、IoT 社などを経由して、それでは PD ハンドラーが取りまして、こちら PD リピーターがあります。この間はですね、これ Unix のメインソケットなんですね。で、オープンドース IoT では、すべての、この各サービスがですね、Unix のメインソケットを使って、通信します。そして、外部のネットワークを通じて、IoT サービスからデータを送ると。まあ、こういった構造になっております。で、じゃあ、Google はどうするんですかって言いましてね。これがですね、オープンサイオティのではですね、ノードのユニットのメインソケットが基本です。はい。ですから、ここにですね、これ入力の方の、オープンサイオティのノードレッドのパネットのところのスクリーンショットなんですけど、ここに IPC っていうのがありまして、出力側の方にここに IPC っていうのがあります。で、まあ、当然入力の方はですね、ユニットのメインソケットからの読み込みが進んでして、出力の方はユニットのメインソケットの書き込みになります。ですから、オープンサイディではですね、ノードエンドもユニクスのメース経由で通信を行って、各種の、各種サービスの親和性を高めております。で、これのノードはですね、オープンサイディのオリジナルノードでして、でもなんか、どっかの会社さんが、うちじゃ命令できないんですけど、そうすると上に上げとくからということで、なんか今、検索すると出てくるらしいですね。特にうち、そうそう隠すあれがないので、これは公開されてはいます。ただ、名前がちょっと見つかりにくいかもしれません。
で、ご存知のこういった平坦な流れですけども、こんな感じになりますね。デバイスから PD ハンドラーが開いておりまして、PD リピーターで、ここで送信先をノードエンドにするんですね。で、ノードエンドに送って、ノードエンドで処理をして、またここはユニクスのベースコネクトを通して PD リピーターで各社 IoT サービスへ行きます。ですから、ノードエンドは IPC でデバイスデータを取って、データを加工して IPC アウトでまた出すという形ですね。ここでオートレートでのデータの加工は自由自在になります。ちょっとそれで具体例をいくつか用意しましたので、ですがその前にちょっと一つ重要なところをですね、ここのサイトでですね、オートレートを使う場合、オートレートのインストールが必要なんです。また標準サポートとかこれが大事でしょうという話ですね。ではなく、UBI のですね、メンテナンス機能拡張がインストールします。というのはですね、こういうのメニューがありまして、これでオートレートになります。なぜ標準インストールになってないかといいますとですね、BX とか EX のシリーズはですね、やっぱ数字が厳しいですね、結構。これ入れちゃって、実は、そのままですと開発環境も入ってないんですね、出荷時の状態では。で、それまで入れちゃうと、余裕があると数字がちょっと苦しいということで、数字をたくさん使いたい人、で、ノードでいらない人だったら、入れない方がいいだろうということで、後からインストールする形になっております。で、開発環境とかも一緒にインストールしますので、ここで選んで。で、ノードレットが IoT エレトリカのサービスに加わるとですね、ミサポートのセンサーを多少扱います。全部じゃないですけどね。エモーションデバイスやいわゆるデバイスなんかで、そのデータを取ってきてですね、ノードレットで加工して、必要なデータを取り出すというものですね。昨年末のティーパーティーで IoT テーブルサッカーでの紹介したんですけど、これでも光センサー、ゴールを判断する光センサーですね。これは実際この方法で、ヘクスゴテーズはハンドラーから出てきますので、それを、処理していました。あとは自由にデザインデータ加工ですね。複合センサーが特定の値を出す強度を送るとかですね、溶岩直のデータをリレーロードで出すとかですね、同じデータを5回ずつ送るとかということで、ちょっと実際に数例をご紹介しますね。これはデータを減らすということで、1メッセージのデータを減らすということですね。これはオードのセンサーからですね、余計なものを削って、温度と湿度と気圧だけを出すというような形で、あと時間ですね、という加工をしているわけですが、これは簡単ですね、皆さんよく使っていらっしゃると思いますが、チェンジログで投票という、いらないものを削除するだけですね。で、ちょっと注意点はですね、JSON の加工の場合、IPC から取ってきた場合はですね、そのままですと、文字列としてやってきますので、すぐ簡単にそのままだとチェンジノードが処理できないので、一旦この JSON というノードを加えないといけません。で、この場合に削除する以外にもですね、キーの名前ですね、これを変えるとかですね、そういったことも、チェンジノードを使えば簡単にできます。それからですね、もう一つのパターンでメッセージを減らすですね。これは IPC で取ったものを、これ1分間に1個に減らすという設定ですね。この中間メッセージを削除してやろうと、メッセージの流量制限で1メッセージで1分っていう、こういう感じですね。はい。こうやってやる。で、今度。ちょっとこれはあんまりやる人いないかと思いますが、ここだけちょっと私がダメになりましてですね、ちょっとネタとして書いてみました。メッセージを5倍にするっていう、やったことができます。やり方は分かってきますので、ね。意外に簡単だったんですよね、これね。何やったかというと、負荷試験でちょっと負荷を増やすっていうのが必要になりましてですね、来たデータ、機械的に生成したデータでしたら、5倍にすればいいのが簡単なんですけど、そうじゃなくて、実データを5倍にしたかったんですよね。で、これ、このことを実は、実際にはオードス使ったわけじゃないですけど、単にこのリターンの中でですね、メッセージポイントにつながってくださっただけで、20倍にすればと、5個出てきますね。これはすごい感動しました。実際は10倍ぐらいになりましたね。ちょっとチップスなんで覚えておくと何か役に立つと思います。で、ところでちょっと話を少し戻しましてですね。これって無駄じゃねえのというデバイスから PD ハンドラーですね。PD リピーター。ノードルートからまた PD リピーター。二重取ってますね、PD リピーター。ちょっと無駄な気がしますね。直接 PD ハンドラーからノードルートで送れないのかっていうのは気がしますよね。で、実はちゃんとサポートしています。実はこのことできます。
が単純にメニューのクリックだけではできないんですね。ちょっとさすがにメニューの方も苦しくなってくるというのがありますけど、こういう形でですね、PD ハンドラーからトレードあと PD リピーターってありますと、まあ、スループ的にはこういう向上するわけで、まあ、お得ですね、はい。メニューではできないんですけど、PD リピーターとかは送信先いっぱい指定できるようになってますが、PD ハンドラーの方は、送信先が設定できないと、変更できないので、メニューとか用意してないんですが、内部の設定ファイルを直接いじるモードがありましてですね、設定ファイルの方を編集するモードを選んでやると、通信使うユニクスのエンジンケットを指定できまして、そうするとモードで直接送るとかができます。で、こんなことをやりまして、これだけではないやつですね、まあ、頑張るとこんなのも簡単にできちゃいます。まあ、IoT ゲートウェイとモードでお手軽に IoT でもですね、もうこれはオーロンの環境センサーとブルーボンドロックスのロボットでですね、私今これセットがカバンの中に入ってるんですね。この後はまたやんなきゃいけないんですが、今ノードダッシュボードを組み合わせると非常に本当簡単にデモができてしまいます。これはこの部分についてはもうメニューで選ぶだけで何もしなくて、ここのレイアウトちょっと頑張っただけですね。それで処理できてしまったという感じですね。これ実際昨日の写真ですね。今、トラノモンでオープンソースサミットジャパン2019というのをやってますけど、こちらの会場の端っこでこんなデモをしています。これが、私がいつもだから iPad を持ち歩いて、iPad を表示して、これは優先接続してですね、このロストですね。いつぐらい Wi-Fi でやってたら、そうするとオープンソースが基地局になるんですが、電波が強すぎて、ちょっと会場の電波に悪影響があるとか言われましてですね、で今回は新しい iPad を買いましてですね、有線イーサでつないだという形ですね。はい、ということで、まとめになりますが、IoT ゲートウェイとモードウェブの組み合わせで、美味しさ倍増ということで、目にかなぼうって感じで頑張っております。はい、であとちょっとおまけが一枚ありましてですね。実はですね、最近すぐ思ってるんですけど、ノードネットってやっぱこういうもんかなと思って、最近、なんか電子ノートってね、これっていう感じがしててですね、はい、これは GG のタワーボードということで、よろしくお願いします。以上になります。ケンジンさん、ありがとうございました。では、質問をお受けできるということなんですが、ご質問ある方、よろしいただければマイク回しますが、いかがでしょうか。はい、ではちょっと、この場でもし聞きづらいということであれば、この後これ、今日何時ぐらいまでいらっしゃいますか。10分ぐらいはいますよ。10分ぐらいそうなんで、この後でもちょっと個別に捕まえて質問していただければと思います。はい、で、本を食堂入りますよね。はい、少し早いんですが、食堂、レストランの方も入ってお食事していただけますので、次のセッションは1時開始になりますので、1時までにこちらか、あちらかに戻ってきていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。